塚丸古墳と玄右衛門山古墳、大安寺山古墳、茶山古墳は見れるかな。名古屋古墳中やから見られへんねんな、この横やから。入られへんのか。どっち行く、あっから出て次の古墳見ましょうか。茶山古墳かね。どこあんのやろ。くっついとるかわからんが、そこに何かあんの。ここに頑張る。これ大安寺山古墳、直径62m、直径 62m、 高さ 9.7m、 遊歩ご整備中になった頃今現在地やから、これは見えてしまうな。それでこれはそういうことやわ。もう一個西に行ったらね、西に行ったら茶山古墳が見えるな。今の 62m、 大山寺山古墳やったのかね。これはその大山寺山古墳、やっぱ横にあんねやかな。仲悪いとか分かってないかな。なるほど、西高野街道正面まで 1600m。 ここ歩いとんのかな、だから記憶全然ないね。なんか2回ぐらい回ってんだけど、これ出たところが中間だろ。中間やから茶山古墳が どうなんだろうね、分からんがね。ああ、これがそうやわ。茶山古墳。ちょうど、古墳の真後ろやね。なるほど。ここから離れたところにあるんだよ、これ二つな。これとこれ。これね、茶山古墳、円墳で 56m。 はい、茶山古墳でございます。円墳で 56m、 高さが高いね、 9.3m、 結構あるね。でももっと先やった、あの中間、あれが中間やから。歩いてんやろ、僕記憶ないの、なんかさっと歩いてんやろね。2回ぐらい回っとるけどね、分かってないわ。それがほら中間でございます。まあよー、知ってるね、救急車から。あー、すんまへん。これがそうでございます、茶山古墳。正面まであと 1400m。 おお、棒が見えますね。これよく走ってました、本当によくね、これこの道は。あれは長山古墳なのかな。長山古墳100m ほどある。前方公園墳 100m ほどある。これも倍長でございます。おお、これが、はい、ここに仁徳天皇陵古墳でございます。
それは長山公園だから。長山公園。長山公園はこれね、これ。長山公園100メーター前方公園墳でございます。次ね、丸穂山古墳、それで行ってみましょうか。丸穂山古墳、丸穂山古墳、これホタテ型でね、全長が170メーター前方公園墳ですよね。こっちの方が綺麗やったから、正面まで1250メーター高いね。